ボードの時間始まりました。パーソナリティの中島智弘です。ナビゲーターの藤村つばきです。ナビゲーターの宇原愛沙です。いやアリサ、俺これでバランス取ってんねんからこういう感じでやってくれや。いや、そこまで見えてなかった。なんやねんな、両サイドがこうやろ、それは。さあ、ということでですね、はい、今回はですね、ボートークでございます。大人気コーナーやっと来ましたね、はい、ゲストの選手がですね、いろんなことを語ってくれるということですから、うん、誰が来るんでしょうか、今回はご選手来ていただいてますので、はい、こちらの模様をご覧ください。どうぞどうぞ。今回のボートの時間はボートレーサーをゲストに迎えトークを繰り広げるボートーク。フレッシュなレーサーのフレッシュなトークをお届けします。さあ、ということで改めまして、はい、こちらの5人でございますが、こちらの5人はどういった仲間ですか。僕たちは123期ボートレーサーです。もう一回やろうか、はい、もう一回やろうか。さあ、今回はこちらの5人に来ていただきました、はい、どんなメンバーなんでしょうか。私たちは123期ボートレーサーです。いいよ、やっと言えました。よろしくお願いします。ういういし、ういういし、はい、フレッシュですね、やっぱりね。ちょっと今回改めてしておきましょう。お願いします。5046松山由紀です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、そして5057上田様です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして5054佐々木大河です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして上段いきましょう。5049松井太です。よろしくお願いします。お願いします。そして5052赤井セリナです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。どうですか、やっぱりレーサーになって嬉しいなっていう。初めての賞金は何使ったんですか。ご飯行きました。誰と誰と。家族を。家族を連れて。親孝行で、はい、何食べたの。焼肉。焼肉ね。ボートレーサーデビューあるある。家族と焼肉あるある。あるあるですね。上田ちゃんは、まあ、家族ご飯連れて行って。その時はお兄ちゃんも来るの。気になる。お兄ちゃんレースだったんで来れなかったんです。来れなかった。はい。でもお兄ちゃん連れて行っておごんのもなんか腹立つやんな。お兄ちゃんは出してくれると思う。出してくれよ。優しいお兄ちゃん。佐々木選手は母親と2人でご飯行きました。いいね。何食べたん。お寿司。お寿司。シース回ってないやつ。僕自転車買いました。ちょっと待って、急に買う。親孝行と来て自転車買いました。自転車。お、親にですか。親に。自分に。自分に。どんな自転車か。ロードバイクです。ロードバイク。あ、流行りのやつね。ちょっとバイクでトレーニングもせなあかんから。それ用に買いました。でも自転車好きな選手多いから。そうですよね。北村誠二さんとか、はい、カツオジ行ってるで。いつも赤井ちゃんは。赤井ちゃんは。私は母親にネックレス買いました。ネックレスやってちゃんとしてる。いや、でもこうやってレーサーになりましたけど、何が一番大変ですか、レーサーなんて。今までと全然違うことばっかりなんで、新しいことを覚えるのがやっぱり。あ、もういろんな生活、はい、宿舎とかでも。宿舎もですし。お兄ちゃんに聞いたりしい。聞くんですけど、どうやったらうまくこうターンができるのかとか聞くと、うん、まず基本をやってくれみたいな感じで。いいアドバイスですよ。まずは基本が大事ってことでしょ。はい。いや、いい、いい。なんかレースとかより、コミュニケーションが難しい。取らないとダメな。やっぱ先輩ばっかりやもんな、一番下やもん。123期やから。先輩と何、どんなコミュニケーションの取り方してんの。どんなっていうより、そのレース見てもらうにしてもコミュニケーション取らないと見てくれへんから、そういう自分からこうやって聞きに行かなかん。そうです。それが大変。怖い時もある。怖い時もあります。伝え方が難しい。全員が言葉を選んでいる。慎重に喋ってくれてはりますからね。まあまあ宿舎で見られてるからこれ。え、どうですか、松井先生。レースが辛いです。辛いというか。レースが辛いってことだ。辛い。辛いというか、やっぱうまくいかない。そうやね、初めやからね。でもやっぱ1回うまくいっても、うん、やっぱターンマーク6回やるんで、おやっぱ6回うまくっていう。あ、それを心がけて頑張ってる、はい。まだまだボートレーサー人生は始まったばかり。そこで気になるのが、師匠は一体誰なのかですが。渋谷明典さん。おお、渋谷選手。はい。家建てた。この一昨日ぐらいに行きました。うん、家行った。初めて。どうやった、はい、どうやったどうやった。めっちゃでかかった。めっちゃでかかった。ほら師匠、俺もこんな家を建ててぜって思った。はい。やっぱりお兄ちゃんの師匠。あ、そうです。一緒。あ、師匠お兄ちゃん。あ、違います。お兄ちゃんとご一緒の。あ、お兄ちゃんと一緒。一緒の夏山良平さんに。はい。夏山さんにちゃんと見ていただいてます。お兄ちゃんも妹も見てくれたんや。見てくださいました。すごいや。もうやりたいようにやってこいって言ってくださるんで、なんかしたら俺が一緒に頭下げたるって。マジで。くださるんで。
いい師匠やね。さあ、佐々木君は。僕、田中和也さん。ああ、田中和也さん。はい、で、奥さんも教えてくれる。奥さんは、うん、その練習とかでは一緒にまださせてもらってないんですけど、うん、ご飯とか行かせてもらった時に。いろんな話聞けるし。はい、いや、いいですよ、いいですよ。で、松井さんは。浜本雄一さん。ああ、浜本雄一さん。どうですか、寡黙やもんね。はい。真面目やもんね。真面目です。え、赤井さんは。私、落合直子さん。そう、直子はん。直子はん、何お酒の飲み方教えてくれるの。焼酎を教えてもらったり。いい師匠でしょう。でもはい、めっちゃ優しくて。めっちゃ優しい、はい、え、でもやっぱりさ、元バレリーナやからさ、やっぱバレエ生とかめっちゃいじられるでしょ。いや、全然いじられへん。そんなに。そんなにいじられへん。はい、でも水人さえしたら絶対水中の中でバレエするのかいやえ、それはでもシンクロやってた和森さん。和森さんやろ。だから和森さんもずっと期待してんの俺。和森さん の、 あの水人さえをずっと見たいの俺は。見たいですね。その後に赤井ちゃんの水人さえも見たい。赤井さんの場合は水人さえで上がってきたら一回ターンしようか。いや、そうやったらさっきの方がいい。さっきやっちゃう。さっきやってからドボン。いいね、いいね。どうするじゃん。じゃあどうやって入る。あれしたらいいじゃないですか。何何何、ウィーレの、うん、ウィニングイレブン。はい、なんか細かすぎるものまでができるんです。マジで、ウィニングイレブンの細かすぎるものまでができるの。めっちゃ体張るんですよ。うっせぇ、ちょっと見して見して見して。絶対痛い。ちょっと見してよ。フリーキックの時に、うん、逆を疲れた時のキーパー、うんうん。わかるわかる。わかります。一回な、一回寄ってからのハーッてゴール入るやつな。あれで飛び込みましょう。あれで、それで飛び込んで。初勝利を飾った時の面白水人祭に期待しましょう。さて、次のテーマは。じゃあ最後にこれいこう。あるあるネタの逆で、ボートレーサーになってみて思う、はい、想像してたより全然なかったこと、つらかったこと。おお、聞きたい。想像した時はもうボートレーサーになった、なるぞってなってさ、ヤマト卒業してレーサーになるわけやん。その時はもういっぱい夢があるわけやん、はい、なってみて今思う、こんなんちゃうやんみたいな。休みが多いです。休みが思ったより多い。めっちゃ休む。どれぐらい、どれぐらい月で。だいたい月に1回8000ぐらいなんで。月1回だ。6日間じゃなかったらやばいやん。そう、4日節とかもあるでしょ。あります。1節しか入らんで、他の日は練習行くやん。はい。何すんの、あと。あとは、うん、何もしてないです。何にもしてないの。なんかそのトレーニングとか。そうそうそう、そういうの、ね、あ、ジムはちょくちょく行ってる。ジムは行ってる、はい、ジム行くのと、うん、練習行って。練習行くね。ぐらいぐらい、趣味は、趣味は、趣味は、冬はでもスノーボード。おお、冬、そう、今時期やんか。スノボめっちゃ行けるやん。ね、行きたい方だよ。ちょっとお金が。お金がね。それじゃないない。ないないや。だからお金や。ないない。だって1週間しかなかったら。そっか。ほんまにそうやんな。きついやんな。どう、バレリーナの時とどっちが稼ぐ。いや、ボートの方が全然稼げます。ボートの方が全然稼げる。はい、だからもうそれを思ったら全然大丈夫。そうですね。大丈夫。でも、うん、大丈夫ではなさそうですね。上田さんは。わあ、特に良くはないんですけど。何が一番欲しい、じゃあ今。今はですかね、欲しいものいっぱいあるんですけど、と化粧品と服とカバンといっぱい買いたいです。OL、うんうん、か。女の普通の OL。女の子ですから、ね。女の子だからね、うん。いやでも本当にいいですよ。これから頑張っていただいて、ね、はい、しっかりと、うん、やっていただきたいと思いますので、うん、じゃあ最終目標ね。皆さん一人ずつカメラに向かって力強く言っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 A1 上がってしっかり稼いで賞金王とかそういうのに出れるようになるので、まずは B1 に上がって力をつけていきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そして上田さん。将来のことはあまり実感が湧かないので分からないですけど、まずはレースでお兄ちゃんに勝つことを目標に頑張ろうと思ってます。応援よろしくお願いします。いいね、いいね、いいね。さあ、佐々木選手。僕もあんまり先のこと考えてないんですけど。ちょっと待って。一番初めめっちゃかわいそう。何やったら賞金王まで言ったもんな。言ったよな。みんなそこまで考えてないぐらいでめっちゃ滑らされてるやん。一番体張ったもんな。ウィニングレブンな。ナイス。全然いいよ。もう一回こう、佐々木君。まず一走でも多くレーンに絡めるように
走っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。さあ、そして松井君。オール大阪、やっぱ特別だと思うのでこれ取れるように頑張ります。いいね、いいね、いいね、いいですよ。さあ、そして赤井さん。はい、いつかフェラーリ新車で買います。違う違う違う、それ頑張って買える。それを買えるぐらい稼げる。そういうことやな。フェラーリの新車がいいの。フェラーリ何色、何色。赤。赤なんかい、そこは緑ちゃうんかい。赤。緑はどこ行った。緑はいい。いいんかい。多分すぐあれ茶色に変える。123期の新人レーサーの今後の活躍にご期待ください。またボートの時間に、はい、ぜひ出ていただいて、今度はモノマネも、もうちょっと違うバージョンも、はい、まだあんのちゃん一個だけしかない。もう一個あんの、もう一個だけ、もう一個。はい、もうこれで締めました。細かいです。いいよ、細かくて。細かすぎてわからないモノマネやから、うん、ハリーポッターより急にウィニングレブン変わって、OK。 ウィニングレブンにしますか。いや、いいよ、いいよ。え、どっちがいい。ウィニングレブンシリーズ行くの方が、つながりいいですよね。じゃあ、つながりとか考えねえねん。キーパーのモノマネで、キーパー好きやな。キャッチした時に、なぜか倒れるキーパー。あ、ウィニングイレブンのキャッチした時になぜか倒れるキーパー。どうぞ。いや、やる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 。さすがでございます。ぜひもっともっとね、モノマネを。ハリーポッターも気になるんですよ。ハリーポッターも次回ということでね、やっていただきたいと思います。ということで本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、もう皆さん先のね、5人の応援もよろしくお願いします。今週はこの辺でさようなら。また来週。住の園飯。このコーナーは住の園の美味しいグルメと美味しい情報を紹介するコーナーです。鶴吉とアリーサがやってきたのは有料席エリアにあるお食事処立ち船。しびれる辛さの担々麺をいただきます。立ち船ではご覧の期間中、ボートの時間を見たというとお得になるサービスを実施中です。